キッチンのリフォーム費用は食洗機ありの場合、キッチンをリフォームするときに、はい、一緒に食洗機を、うん、新しくつけたいっていうご要望も多いと思うんですけども、はい、そういうときに、どれくらいのリフォーム費用がかかるのか、ここでご紹介させていただこうと思うんですけども、はい、今回ご紹介させていただくのは、はい、築20年の、戸建てのキッチンのリフォーム事例でして、はい、でお客さんの要望としては、今のリフォーム前は据え置きの卓上の食洗機ですね、それを使われてたんですけど、それはやっぱり今回リフォームするときはビルトインの、食洗機にしたい、よりすっきりと、そうですね、はい、で、それ以外に使い勝手を極力良くしたいっていうところ、あとは予算的には100万円ぐらいかなっていうような感じで、いただいておりまして、そういうご要望をもとに、今回のキッチンリフォームさせていただきました、でその内容といたしましては、写真のように、食洗機をつけまして、今度は、ガラストップではないんですけども、ファインコートトップといって、これも掃除がしやすい、で見た目もね結構ラメが入ってて結構かっこいいんですよ。そういう、コンロですね、で収納は、引き出しタイプなんですけれども、こちら、これも写真見て分かるように、へこみ収納ってのがついてるんですよ。へこむって蹴り込むところ。これが、一番下のところの引き出しになっておりまして、2段になっているわけなんですよね。なので結構物入ります。入りそうですね。ここまでだと。で、あとは、浄水器付きの、オールインワン浄水栓があるんですけども、これどういうものかというと、浄水器、いろいろね、塩素とか除去して、飲料水として使えるような、そういう機能もありますし、ボタン一つでシャワーと普通の塗水と、そういう切り替えもできますと。あとは首もこうやって伸びるので、シンク周りぐるっときれいにするときにも使いやすいと。そういう水栓もつけさせていただいております。で、あとは、釣り糸、こちらね、高いところにあるものってどうしても使いにくくて、川野さんのところも、そうですね、なんかあるみたいな感じになってますね、どうしてもデッドスペースになりがちで、なかなか物を置きにくいので、年に1回使うお重みたいなのを詳しいと思うんですけども、例えば今回、ダウンウォール、昇降機付きってやつですね。そういうのをつけさせていただいているので、大体こういうところにね、写真のように保存食を入れたりであるとか、そういうのをつけたりであるとか、あとは、可動式の水切りですね。いらないときにはもう、しまっておく。めちゃくちゃスッキリしますね、じゃあ。そういうのをつけて、あとは、これもタイル、もともとタイルだったんですけども、壁が。それもキッチンパネルを上張りして、どうしても汚くなって出窓部分ですね。で、これもキッチンパネルで巻いて、全面的に綺麗にしてっていうところですね。なんかすごいピカピカで明るい印象になってますね。そうですね。やっぱ白のキッチンがいるとかなりこう、リフォームした感がありますね。こんだけオプションをがっつり盛り込んで、かなり。費用が大体税込みで、94万円。お客様の予算より安くできた。そうですね。すごいですね。幅255センチなんで、結構大きいキッチンですし。これだけ盛り込んでも。そうですね。だから一般的なキッチンで、スタンダードのリシェルとかハイグレードのものじゃなくて、スタンダードのキッチン、リクシルとシエラ、こういうモデルで結構がっつりオプション盛り込んだとしても、税込み100万いかなくてリフォームできる。すごいですね。はい。ちなみに、とはいえもう少し節約したいなっていう時にできる部分ってあったりしますか？このダウンウォール、不要です。やっぱりどうしても、釣り糸自体不要ですって人も多いんですけども、ダウンウォールは一旦不要ですって言っていただけるのであれば、あと水切りですね、こういうのも不要ですって言っていただけるのであれば、2、3万円くらいお安くご提供できるかなというふうに思いますね。あとはもちろんそのファインコートの、コンロ、これをホーローコンロって言って、ちょっと昔ながらなんですけど、そういうコンロに変えると、
まあ、5万ぐらい安くなると、はい、うん、はい、まあ、そういうところをやるかって感じですね。であとちょっと、うん、今回の事例は、うん、まあ、どうしようもないんですけども、うん、あの食洗機を新設するんじゃなくて、もともと食洗機、ビルトインの食洗機がついてて、うん、まあ、新たに交換というか、まあ、うん、はいはい、新しくするっていう場合は、うん、あの4万円ぐらい安くなるんですよ。へえ、そんな変わってくるんですか。 4、5万ぐらい安くなりますと、うん、それはなぜかと申しますと、うん、あのやっぱ食洗機、ビルトインの食洗機、うん、結構やっぱり、うん、あの電力食うわけですよ、うん、はい、で一応そのメーカーとしては、うん、これ用に、うん、あの一つ新しいブレーカーを用意してくださいと、はい、でそこからその、うん、食洗機のためだけの専用線を引き直さなきゃ、うん、分電盤から引き直さなきゃいけないので、うん、はい、結構これが手間大変そうですね、はい、うん、でなんなら電気屋が1人じゃなくて2人来てやったりする必要もあるぐらいなんで、そういうところで、うん、まあ、4、5万かかると、はい、もともと電、うん、食洗機がある場合はその費用がかからなくて済むので、うん、まあ、4、5万ぐらいお安くなると、うん、はい、いうところですね、はい、まあ、大体それぐらいの予算感で、うん、まあ、90万前後ぐらいで、うん、はい、食洗機ありの場合は、うん、あのリフォーム費用を見といていただければ、うん、あのまあ、結構スムーズにリフォームできるのかなと思いますので、はい、ぜひ参考にしてください。今日はありがとうございました。